ではそれぞれねバターが入った後の生地をこね上がった段階で比較してみたいと思います。 5%、10%、15%、20%、30%。 はい、皆さんこんにちは、完全感覚ウベカです。本日もドアをご覧いただいてありがとうございます。今回の動画のテーマは検証シリーズで、バターはどれだけ入れられるのか、イエーイ。前回の検証では蜂蜜の量ってどれだけ入れられるのってやったんですけども、今回はバターバージョンでやっていこうと思います。バター、その美味しそうな響き、あんバター、シュガーバター、シナモンバター、バター醤油、バターって入れば入るほどパンって美味しくなるんじゃないか、そんなことを思って、今回はパン作りのバター 0% からマックス 30% まで作り比べて、バターってどんな働きあるの、いっぱい入れたら美味しくなるのっていうことを検証していこうと思います。それでは本編始まります。ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。まずはバター 0%、5%、10%、15%、20%、30% の6種類の生地を作ってみて、どんな違いがあるのかを検証していこうと思います。6種類果たしてそんなにできるのか。できる。なんたってこのラボにはオーブンが全部で6台あるので、6個同時に全部焼くこともできます。ではバターは基本的に後から入れていくので、まずはね6個分の生地をまとめてこねて、6等分した後にバターを入れて比べてみたいと思います。今日はたっぷり 600g 分のね粉を用意しているので、その中に塩入れて、お砂糖、インスタントドライス入れていきます。結構味付けはねシンプルにして、バターの風味がしっかりわかるような配合に今回は意識してみました。あとは水ですね、ザバーって入れます。なかなか普段ねこの量こねることがないのでワクワクしてますね。バターは一般的に生地のね滑りを良くして柔らかさをプラスしてくれる、そんな効果があります。難しい言葉で伸展性が良くなるっていう風に言われたりしますね。ではまとまってきたところで台の上でこねていきます。ドカーン、必殺パンチポカーン。では生地はグッと体重込めて遠くまで、まだバターが入ってないのでね、今回の検証の本編ではないんですけども、しっかりとグルテンができるところまでこねていきます。基本的に油というのは生地のつながりを邪魔する成分ですね。最初からバターが入ってしまっても生地は完成するんですけども、つながるまで時間がかかってしまうっていうようなデメリットがあるので、基本的にはね最初はバターを入れずにこねて、グルテンができてきて弾力ができてきたところで加えるっていうのが王道の流れではありますね。よし、良さそうですね。ではバターを入れる前の状態ですね。こんな感じ、表面がね粉っぽさなくてつるりとしてきますよね。弾力あって跳ね返ってきます。いい感じです。で今日は6個分ね比べてみますので、6分割していきます。ではエントリーナンバー1、バター 0%。 これはもうこね上がりにしちゃうので、これは 0%。 エントリーナンバー2、バターベーカーズパーセント 5%。 結構 5% ぐらいだったらね結構ありがちな生地ですね。で基本的にはこうパン作りのレシピって比率で書かれることが多いですね。なので今回はグラムってよりかはこう小麦粉100g に対してバターはどれくらい入るか、ベーカーズパーセント何パーセント入るかでね検証していきますね。 5% はどうでしょうか。練り込んでいきます。ちっちゃいから使いやすいね。もうねグルテンのつながりはバターが入る前に作ってるので、これはね馴染んで均一になれば OK、 そんなにね頑張るところじゃないかなと思います。
がなんかちょっとねダラダラ喋りながら適当にこねてるだけでもうね良さそうなところまで来ますよ。はい、馴染みました。こんな感じ、ちょっとつるっとしてるね、うん、いい感じね。 5% はこんな感じ、表面の質感とかね。最後まとめてこね上がり比較してみます。ではエントリーナンバー3、バター 10% 入れていきます。バターが多くなればなるほど柔らかさもその分増していくとは思います。 10% ぐらいだったら結構一般的なレシピでもねあったりするので、そこまでね問題ないかなと思います。バターを使った生地はふわふわ感が出るんですよね。反対に全く使わないとこう硬い食感になります。ハードパンとかバゲットとかの生地とかは油は一切入らないですね。だからふわふわもしなければしっとり感も少ないと思います。なんかねちょっとねこねててテロテロしてますよ。でももう馴染んだかな、いい感じですよ。はい、こんな感じ、ちょっとねしっとり感があってテロテロしてます。いっちゃん、はい、こんな感じにつるっと滑らかになりました。これで 10% 分の生地完成。はい、 10% エントリーナンバー4ですね。エントリーナンバー4は 15%、海洋圏だったらもうだいぶヘロヘロになっちゃうパーセントですけれども、どんな生地に仕上がるんでしょうか。これも生地の中でなじませていきます。15どうでしょうか。ちょっと厳しいようなそんな予感もしてきているところですが、やってみないとわからない。まあ、でもブリオッシュの生地とかねバターをたくさん使う生地って 20% 入ったりする生地もあるので、そんなに不可能なところではないかなとは思うんですけどね。ちょっとやってみますね。うん、生地は結構べちゃべちゃゆるゆるではあるんですけども、こう馴染んでまとまりは感じるので、これはねいけると思いますよ。でやっぱりパンってね料理と違って素材が入っても影響するのは味だけじゃないんですね。その生地が柔らかくなったりとか、よく膨らむようになったりとか、そういうイーストの発酵の仕方に影響したり、いろんな要素に影響を与えるので、結構こういう風にねバランスを崩してパン作りをしてみると、やっぱりこうパンの学びが深くなるかなと思います。でもね2時間3時間パン作りでかかるので、あんまり自分じゃ失敗したくないんですよね。だからちょっと代わりにねこういう動画見て学んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、馴染みました。こんな感じ、結構テカテカテロテロ油の感じ出てますね。じゃあこれちょっと休ませときます。15% の生地こんな感じ。それではエントリーナンバー5です。バターベーカーズパーセント 20% こねてみましょう。結構 15% で表面に油の感じをかなり感じたので、 20% はどうでしょうか。ちょっと限界が見えつつあるようなそんな気はしています。生地の中でなじませていきます。で特にバターが多いとこう飛び出してしまうバターがかなりたくさんなってしまうんですよね。馴染んでもないのにまたバターが塊のままでみたいな感じになっちゃうので、結構私の場合は細かく切ってバターも生地も細かくすることで馴染みやすくはしてますね。こうする方がね早い気がするんですよね。どっちにしろこうこねた時にバターでグルテンのつながりが断ち切れてしまうので、ここで、ね、生地刻んでもそんなに違いはないかなと思います。特にバターの入る生地を扱う上で一番意識しなくちゃいけないのは生地の温度なんですね。バターって基本的に28度で溶けて液体になります。生地の温度がそれ以上になってしまうとバターが、ね、分離しちゃうんですよね。あんまり手で触ってこねて体温伝わってしまうと、やっぱりその分離が起きやすくなります。なるべく体温を伝えないようにこねるっていうのも結構私が意識しているポイントでありますね。バターが溶け出して生地から分離してしまう場合、どうすればいいかっていうと、冷蔵庫で生地冷やしてください。そうするとバター固まるのでね、固まった後だと結構すんなり馴染んでくれたりするので、特にバターは生地の滑りを良くしてグルテンのつながりを弱めてくれるんですね。こういうグルテンのつながりが弱い柔らかい生地、こういう柔らかい生地で無理にグッと引っ張っても絶対ね
これ以上硬くなることってないです。なのでその硬さに応じた強さ加減で生地をこねるっていうのが大事になりますね。いつまでも生地がまとまりませんっていう方はね、その力加減がね、どんな生地でも均一で比較的強めにゴシゴシこねすぎてる、そんなことが言えると思います。でこねる目的はグルテンを作るため。でもバターが入るとグルテンが柔らかくなってグルテンを緩めてくれるので、これ以上ねバター入ってこねる意味がないんですよね。ひたすらこねればいいっていうもんではなくて、どういう状態になったら合格かっていう明確なゴールを自分の中で持ってるといいかなと思います。いけたね。バター 20% こんな感じ、結構テロテロしてますね。これもじゃあちょっと休ませておきます。さてここまでは 20% もクリアしてきたわけですが、次はラスボスですね。一気に 10% 増えて 30% 入れていきます。おそらくここまでいくとかなり苦労するかなと思います。生地の量に対してこのバター折り込むの、そんな感じの量ですけれども、やっていきたいと思います。あでも折り込むバターはだいたい 50% ぐらい入るんですよ。生地に馴染む量でいうとどれくらいなんですかね。なんかもんじゃ作ってるみたいですね。すごい、なんかもうこんな感じ、馴染んではないですけどね。ちょっとここからこねてみたいと思います。テテカテカ、果たして馴染むのでしょうか。寝てみます。本当に力加減としては優しく撫でてるだけ、軽く触れてるだけぐらいな感じですね。でもこれ味の違いを見るの楽しみですね。私もこう食べ比べたことはないので、どんな違いがあるのでしょうかね。まあ、でもいくらか馴染んではくれてるかな。でもねめちゃめちゃ柔らかいんですよね。だからこれ本当にこうちょっとでも力を強く入れると、せっかくできたつながりがねブチブチと引き裂けちゃうような、そんな感じの生地になると思います。でグルテン膜もこんな感じ、もうドロドロ。多分これ以上はあんまり触らない方がいい気がしますね。一応今の状態はこんな感じです。馴染んでるのか浮いてるのかちょっとよくわからない状態ですが、まあでも全体均一の質感にはなってますね。ではここまでね全部生地入ったので、それぞれの状態を比較してまとめて見てみましょうか。ではそれぞれねバターが入った後の生地をこね上がった段階で比較してみたいと思います。まずバター何も入ってない生地ですね。結構ボールにねベタベタくっつきますね。バターってやっぱりこう生地をくっつきにくくしてくれる効果もあるので、バターの使わない生地はねかなりへばりつくっていうことがわかりますね。ではグルテン膜チェックです。伸ばしてみるといいですね。薄い膜張りますね。こんな感じの膜になりました。ちょっとね乾いたようなそんな感じの、ね、マットな質感ですね。じゃあガス抜きして丸めて発酵入れていきます。次に 5%、結構食パンとかの配合はこれくらいのものが多いですね。どんな感じの生地かというと、あーでもねいい感じですね。おー柔らかく伸びますね。さっきよりもこんな感じで薄く滑らかなツヤのある膜があるのが特徴ですね。うん、多分口当たりも柔らかいパンになりそうな、そんな感じのね表情の生地をしていますね。実に可愛らしいです。 5% はこんな感じ。そしてでは 10% 見てみましょうか。 10% ぐらいだとすんなりボールからも剥がれてくれますね。バターが生地がくっつくのを防止してくれてます。伸ばしてみます。おお、より滑らかで薄い膜が張りますよ。こんな感じ、よりシルキーな感じがあると思います。結構 10% 菓子パンとかの生地でねある配合かなと思います。うん、こんな感じ、滑らか、薄い、ツヤがある、そんな感じの特徴がありますね。続いて 15% 見てみましょうか。うん、柔らかさがすごいな。で逆にこう柔らかすぎてすぐに生地がねブチブチとちぎれちゃうような、そんな感じの脆さを感じる生地でありますね。ちょっと伸ばして膜チェックしてみます。あー、それでも薄い膜張りますね。で本当に柔らかいです。簡単に伸びてしまう、そして薄い膜が張る、ツヤがある、そんな感じの生地になってますね。シルキーですね。 10%
10% よりもかなり柔らかさが感じます。あとは生地の脆さ、こう引き締まりの弱さっていうのもねある生地になってました。これが 15% です。では次に 20%、 よくここまで出られた、自分を褒めてあげたい。あ、でもこの段階からは結構ねこう持ち方によっては表面がなんだろう、これはハイチュウここまで来るとかなりこう弾力ってものはほぼ感じないですね。かろうじて生地のつながりがある、そんな感じの生地です。ちょっと伸ばしてみましょうか。柔らか、かなりねゆるゆるですね生地は。で今までは結構滑らかな膜が張ってたんですけども、ここに来るとちょっとムラがあるというか、ちょっとねポソポソしたような、ちょっと生地のこうシワというか場所によって伸び方にムラが出てくるような、そんな感じのグルテン膜になりました。どうしても力がかかる部分は穴が開いてしまったりしますね。結構ここまで柔らかいと成形は決まりにくいのかな、そんな感じの印象を受けます。これが 20% ですね。そして 30% です。結構もうこれ表面の質感からしてツヤと油っぽさがね違ってきますね。おー柔らかい、もうね生地同士のつながる力は本当に弱いですね。軽くも引っ張ると簡単にちぎれちゃう、そんな感じの生地になってます。ちょっとグルテン膜も見てみましょうか。あー脆いね、薄く貼るというよりかはもう本当に今にもちぎれそうなね脆い、そんなゆるい膜です。ゾンビみたいな感じ。バターが多いと結構生地のつながりがちぎれやすくなる、そんな感じの傾向が言えるんではないでしょうか。これが 30% ですね。ではそれぞれ発酵させていきます。行ってきます。では行ってらっしゃい、大きくなって帰ってきてね。はい、それではね本日は生地を作るところまでだったんですけども、次週は実際にできたパンを食べ比べてどんな違いがあるのかっていうことをね解説していこうと思います。この動画ためになって面白かったよ、勉強になったな、そう思った方ぜひチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。コメントでやってほしい検証などもねリクエストしてください。あと普段はねパン教室の先生としてパンを教えてますので、気になる方はね概要欄にリンク貼ってあります。チェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。